少年。都庁前まで来たけれど、カディシュトゥたちの姿はないみたいね。かつてこの世界に原初の女神がいた。彼女は多くの神々を生んだ母なる存在であった。彼女は優しく気高い大母であるがゆえに戦いは好まなかった。だがその女神は王座を狙う神、角を持つ神によって撃たれてしまった。それ以降王座は角を持つ神の系譜によって乗っ取られてしまった。古き時代の平等で美しかった混沌の世は秩序という名の支配によって歪んでしまった。私たちはそんな世界を解放する存在だ。久方ぶりだな、竜殺しのナホビの世。何時とこうして出会えたことに感謝しよう。知れたことよ、この世界の破壊だ。その破壊をなすために混沌の女王を、死した女神を復活させるのだ。他の者らの働きで必要な魔月日が集まった。あとはその召喚のためナホビの世、竜殺しの因縁を持つ汝に死してニエとなってもらおうか。魔術とは法則性があると考えられている。類似したものは互いに影響し、原因は結果に、結果は原因に影響を及ぼす。その類似性を考慮し、蛇とも竜とも言われ、角持つ神に打たれた神を蘇らせるため、角を持ち竜を打ち倒した神を生贄に捧げ、死んだ神を呼び覚ます。これがカディシュトゥが目論む混沌の女神召喚にニエが必要な理由よ。ヨーコ、ヒロミネヨーコ、我らと同じく角ある神に虐げられた哀れな存在よ。さあ、約束の時だ。汝の手でナホビノを捧げるがよい。私にはできない。私は彼らと共に過ごし、この世界に意味を感じてしまった。
正気か？お前もまた神に翻弄された一人であろう。それに忘れたか？これにはお前自身の解放もかかっているぞ。わかっている。復讐心も自由になりたい気持ちもある。だけど彼を犠牲にするのは間違っていると気づいたの。おやおや、お優しいことだ。だがもはや引き返すことはできない。前が断る。我らカディシュトゥが手で捧げてやろう。
どうでした？Thank you.
さすがはナホビノだな。だが、聞こえたか、我らが女神の声が。もはや復活を止めることはできぬ。時は来た。全てが終わる時が、全てが始まる時が。我らの女王を殺した角を持つ神よ。混沌を否定し秩序を敷いた神よ。王たる神の系譜を受け継ぐ者よ。今何時ら竜殺しの神を生贄として混沌の女王を蘇らせん。さあ、目覚めよ、ティアマト。ヒロミネ陽子、女神となる運命の女よ。忘れるな、お前が受けた世界からの仕打ちを。悪魔を討つことが正義と信じ、腕を磨いたお前はベテルの中で浮いた存在となっていた。何十年と腕を磨いてきた教師たちは、わずか数年で自分たちを超えるお前に恐怖したのだ。教師たちは表向き褒めたたえながら、より厳しい任務、より死に近い任務を命じた。お前が死ねば彼らの自尊心は守られる。愚かしい男どもの妬みというくだらぬ理由でだ。確かに愚かな人間もいた。だけど、確かに中には優しい者もいただろう。だが、そもそもそんな愚かな人間が生まれる社会が正常なのか。古き時代、混沌の中で
人と神はもっと平等で自由であった。角を持つ神が王となり秩序の世界を作った結果、支配というシステムが人を傷つけるようになったのだ。思い出せ、我らの目的を。お前が女神の力を取り戻しなさねばならぬことがある。女神となったお前が混沌の女王ティアマトを始皇帝へと導き、王座もろとも混沌へと返す。服従か反逆か、二つの道が交差する十字路で私と出会い、契約を交わしたことを忘れたか。覚えている。だけどタオや彼を復讐に巻き込むのは、この少女はもう手遅れだ。そして彼はティアマトへのニエとなる。ヒロミネ陽子よ、君が気にかけた人間は死ぬ。残る世界に未練はないはずだ。ゆえにもう一度盟約を伝えよう。女神の力を取り戻し世界を混沌に包むのだ。すまない少年、私は君を守ると誓った。だがこの状況では果たせそうにない。私と合一をしていなければ君だけが助かることはできた。いや、そもそも合一していなければ君がカディシュトゥの企みに巻き込まれることはなかった。だがこれだけは言える、私は君と出会うことができてよかった。我々に残された時間はもうないが、君と一緒にいられた時間は消えはしない。諦めるのは早い。少年だけなら。さあ、君だけでも行くんだ。彼女が待っている。
あなたたちを助けたかった。青髪は助けられなかったのね。でもあなただけでも戻ってきてくれてよかった。あなたは世界の行く末を握るもの。お願い、世界を守って。ゆずる、俺はさ、正しいことを探してたんだ。あいつやお前に会って一緒に行動しているときは安心できた。だけどそれじゃダメなんだ。正しさの理由を人に預けちゃいけない。あの天使がそれを俺に教えてくれた。一郎。正しくあるためには強さがいる。あの天使はそれを俺に与えてくれた。俺はもう他人の顔色を伺って生きなくていいんだ。君が正しさや強さを求めるのは構わない。だけどどうして、どうしてこんなことをするのかって、決まっているだろう。ナホビノになるなんていう調子に乗った友人を止めるためさ。何？俺は気づいたのさ。俺がこの力で正義、秩序をなせばいいと。バカら、ナホビノになるなんて異分子は友人といえど許せないんだなあ、アブディエル。その通りだ。ナホビノは許してはならない。それが神の定めたルールだ。調子に乗るとお前も殺されるか。お前の忠告は自分自身にするべきだったな。驚いた。生きているのか、小僧。待てよ、アブディエル。見れば青髪とやらがいないようだ。なら、そいつはただの人間だろう？運が良かったな。ナホビノのままなら死んでたぜ。アツタはナホビノになって新しい世界を作るとか言い出してな。それは許されざることだ。ゆえにその命であがなってもらった。ナホビノになる手段を失ったならお前を殺すまでもない。東京へ戻り、おとなしく過ごすがいい。
どうして篤太君は。カディシュトゥを追う篤太君と共に私もここまで来たのだが、混沌の魔王を倒したアブディエルがナホビノの存在を抹殺すると決めたのだ。不意をつかれた私たちはなすすべもなく敗れ去った。君は一人か？青髪はいないのか？そうか、私と違い彼は君を守ったのか。私のすべきことは一つ。少年、私と共に来てくれないか？ベテルにこの世界を任せてはおけない。カディシュトゥたちも放置はできない。そのためにはナホビノとして戦ってきた君の力が必要だ。青髪のマナはスサノオという、日本支部で作られた人造魔人であり、天つかみの力を受け継ぐものだった。今の日本支部に青髪型は残っていない。だが同系統の兄弟機が内政に特化し、日本の政府を導く役目を持つつくよみ型が存在している。そのつくよみ型に青髪を整備した時に見つけたナホビノへ至るシステムを複製した。簡単に言えば、君と合一できるということだ。君さえよければそのつくよみ型と合一し、再びナホビノになって戦ってほしい。ありがとう。内政型であるつくよみは、日本に困難な事態が生じた時に政府を導くため人に化けて活動をしてきた。当代のつくよみ型は総理大臣となり、この国難に立ち向かってきた。そう、私がつくよみなのだ。少年、共に戦おう。
こう、少年。少年、すまないが都庁前まで向かってくれないか。もう一度あの場所を見ておきたい。よろしく頼む。少年、私はアツタ君と共にナホビの隣、この日本を、東京を守ろうとしていた。それが天つかみの願いにも通じると信じていたのだ。だが、アブディエルとダザイによって、共に東京を守ると誓ってくれたアツタ君は、命を落としてしまった。我が知恵を持つ相棒を失った私は、もはや王座に座る資格を失った。これからの私は、青髪に代わり、君に従うことを誓う。ようやく見つけましたよ。おや？少し雰囲気が変わったようですが、私のことは覚えていますか？なら上々です。ですが、あなたの働きは褒められたものではありません。カディシュトゥを倒せず、彼女たちは儀式を行い、混沌の邪竜を復活させました。あれは神の秩序を脅かす悪しき存在。今の世に放ってはならぬものです。カディシュトゥを倒せなかったあなたは、責任を取って、かの邪竜を止めてもらいたい。カディシュトゥなのか別のものなのか分かりませんが、ティアマトを操る者がいます。都庁前に降臨したティアマトは、死聖女シャカンの結界を壊したようです。死聖女シャカンとは、ベテルの聖地、シャカイナグローリーの力の源ともいえる場所です。立ち入りを禁じられたそこに、ティアマトを操る者が侵入したと連絡がありました。死聖女シャカンへ向かってください。侵入者を見つければ
ティアマトも発見できるでしょう。ただし、あの地はベテルの聖地です。魔王を倒し息が上がるアブディエルが侵入者を退治しようとあの地に向かいました。彼女からしたらあなたも侵入者と見られます。十分に気をつけて進みなさい。さあ行こう。悪魔が集い、悪魔が。Thank you.
仲間を